これがね大変なんですよ、キャスティングって。最初からこの役はあの人だな、それこそ役者さんの顔が浮かんでたりとかパンって行く時もあるんですけど、全くねキャスティング的に白紙の時があるんですよね。これだどんな人なんだろうなってね、それこそこれだなって言うんで原稿で書いてみるんですよ。で演技やるんですよ。そうすると全然違うわこの人つって、でお引き取り願うことあるんですよ。全部消してやり直し。ワン・ツー・スリー・マンベー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 ネオ。そのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。多くの人気漫画を生み出してきましたが、キャラクター作りには毎回苦労するといいます。今回密着するのは新連載を前に、まさに今その苦労の真っ最中、坂本真一さんです。細部まで描き込まれた写実的な絵と耽美な描写、圧倒的な画力で知られる人気漫画家です。代表作の一つ、イノサンシリーズ。フランス革命の頃に実在した死刑執行人一族の数奇な運命をリアルなタッチで描きました。ルイ16世やマリー・アントワネット、多彩なキャラクターが織りなす歴史大作は今年完結。その新しいキャラクターを入れた場合、新しいデザインが必要なんで、今まだふんだんに時間をかけて納得いく絵を今探しているところなんですけど、連載中はやっぱりあんまりこう考えてる時間はないんで、その時その時の瞬発力っていうのが発想力とかが勝負になってくるんですけど、それでもやっぱり初めて出てくるキャラクターっていうのはすごくそのデザインとか言動とか表情にはやっぱり一回迷いますね。今回新たな作品の準備を進める坂本さんを取材することができました。執筆は完全にデジタル。テクノロジーを巧みに使った新しい漫画表現とはどんなものなのでしょうか。何しろですね、今やですね、私ら紙で書いているような人間は結構少ない、少数派になってきちゃってましたよね。今日はそのデジタルでやっている人に、その最先端の一番最前線にいる方ですよね、しかも超絶技巧なので、今日も学ぶことしかないかなというので、徹底的に私学びに来ましたので、うまいですよ本当に。これはこれは、今日はありがとうございます。ありがとうございます。初めまして。わざわざご出演ありがとうございます。はい、坂本です。よろしくお願いします。お目にかかれて光栄です。ここはとある撮影スタジオ。はい、坂本さんの作品をイメージさせる不思議な空間で対談スタートです。今回は新連載が始まるまさにその瞬間を4日間にわたって撮影することができました。あの美しい絵がデジタルでどうやって描かれているのか興味津々です。坂本さんの仕事部屋は渋谷区にあるご自宅の地下1階。螺旋階段がいいですね。ありがとうございます。先生、暗がりですね。そうですね、どうしても液晶タブレットの画面に光が映り込んでしまうのを避けるために、暗くして。執筆するデスクの周りにはどこかで見たような衣装や小道具、漫画の参考資料のようです。
まずはこっから揃えるんですね。そうですね、こっからなるべく本物を手に入れるっていうところからなければ作るっていう。見たことあるぞ、はい、クラフト、これとかはもう自分で縫って綿詰めて針金で縫った、はい、これも作って、一度やっぱりもうここをやるって決め込んでしまったらちょっともう後には引けないというか、えらいところに入り込んだんですね、はい、そうなんですよ。ファンが待ち望んでいた坂本さんの新作は、ずっと描きたかったゴシックホラードラキュラ。ブラムストーカーの原作をアレンジ、坂本さんにしか描けないドラキュラを目指します。今回子供たちっていうのをすごくこう描きたいなと思っていて、パブリックスクールに通う10代の若者っていう風に設定して、少年少女たちが力を合わせてドラキュラを退治するっていう、その物語にちょっとアレンジしています。今回描くのはエピソード0、全ての始まりとなる壮大なプロローグです。主人公の一人ルーク、イギリスのパブリックスクールに通う男子生徒なんですが、夜になるとルーシーという女性になって辺りを徘徊する謎めいたキャラクターです。坂本さん、漫画の設計図ネームは手書きで書いています。吹き出しの文字は坂本さんの字なんですね。はい、僕の字です。ちょっと興味があったですね、この、はい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 、こんな可愛い書き文字であんな可愛いネームなんだっていう。本当に字とネームの絵を見て皆さん驚かれますね。井野さんの最初の頃の痛くて見てらんないみたいな、あれもこの書き文字だったら見れるねみたいなのってあって、あ、それは思わなかったです ね、 そうですね、うん、だからなんかそこにちょっとした鍵があるような感じがするんだな、坂本作品の。早速執筆開始と思いきや、いつもどのシャツ、これも結構やばい。カメラ、一体何が始まるんだろう。あ、始まったぞ。これちょっと作ったんだけど。始まりましたよ。ちょっと一回もう一回袖はめてもらっていい？で、これをこれも手作りのフリルですね。手作りって素材を買ってきて縫ってもらうんですか？それで切って、縫い合わせて、腕にはめれるように。この上にかぶせてるものは当時のものなんですけど。当時のものなんですか？はい、これも本物で。じゃあこっち向きに向いてもらって、手ちょっとつまんないからちょっともうちょっと上げてみようか。もうちょい手こっちに。始まったのは写真撮影。アシスタントに衣装を着せ、さまざまなポーズを撮影していきます。例えばルーシーが夜な夜な徘徊しているシーンはこんな感じで、そしてルーシーが倒れ込む瞬間、コマごとに演技指導します。だけどさ、照れるじゃない、こういう時って。そうですね、だから僕もアシスタントにちょっとポージングしてもらった時には照れるな。そうなんです。やっぱりどうしても手だけでこう演技しがちなんですけど、そうじゃなくてやっぱ全身でやってくれないとどうしても全体像をつかめないんで、銃をこう構えて正面にこんな風にやってる時に、ボーってやってるんですよ。じゃあ、はい、本気で打つつもりで、一緒です、ガッてやる。そうです、そうです。山本さん、モデル。もう一人ぐらいいたんですけど、本当は。日野さんの時も、そうですね、ドレスとか着てましたね。撮影が終わると、執筆開始です。物語冒頭、月夜、一人の少女ルーシーが墓場を徘徊している見開きのページに取り掛かります。まずアシスタントが作成した背景の上に事前に描いたルーシーの当たりを加えます。ここで取り出したのはさっき撮影した写真。
写真の上半身を切り抜いて大きさを合わせて当たりの上に乗せていきます。今度は写真と当たりだけを表示して画像を左右反転。この画像をもとに下書きを青色で描いていきます。この状態でまず顔を。そうですね。こんなことができるのは坂本さんの絵が多層構造になっているから。背景、当たり、写真、下書きは別々の画面です。このそれぞれの画面をレイヤーと言います。レイヤーは個別に表示したり透かしたり自由自在、何層もの絵を重ねて一枚の絵を仕上げていくんだ。デジタルはね、この入りも大胆にできるんだよね。試しができるね。そうですね、うん、アナログの時は下書きをしっかりやった上でペン入れなんですけども、うん、デジタルはもう下書きの最中から本物の線をそのまま活かせたりもできるんで、はい、下書きと本番のペン入れのその境界線がちょっと曖昧というか、うん、そういう意味ではなんかこう大胆にペンを走らせることができますね、うん、坂本さん今度は絵を素早く回転させました。どうやら手元のコントローラーでモニター画面に表示した絵を自由に動かせるみたい。スティックを倒すと絵はその方向に動きます。一度強く押し込んでから指先で回すと絵は回転。デジタルってすごい。こういうのはもうスッスッとこう無意識に使えるようになったらいいよね。そうですね、うん、もう自分の一番必要最低限のものだけを登録して、うん、下書きが終わりました。ここからペン入れ。坂本さんがいつも使うのは細めの G ペンツール。 G ペンツールってのはあるんだ。はい、うん、これで一番自分が一番使いやすいもので。液晶だけど紙にペン入れするのとあまり変わらないみたい。 G ペンだってさ細いんだよね。そうですね、あのペンのサイズはね、極力細くしてすごくなんか自分迷っちゃうんで、うん、1回で太い線でバシッといくよりかは、はい、あの細い線を重ね合わせながら、うん、あの自分の理想とするラインをこう見つけ出していくっていう。書いた線が気に入らないときはアンドゥ。やり直しは遡って何度でもできます。一度書いたパーツを切り取って少しだけ位置を変えるのも簡単に。これができんだよな。そうですね、この微調整な。これはなんかもう僕アナログに戻れない一つの、これはありますよ ね、 ですね。線はいいんだけどちょっと位置がなっていうのがありますもん ね、 ね。あとやっぱりあの紙に限界がないので。そう、あれ大きいですよね。大きいです本当に、うん、もうやりすぎて消しゴムかけて、そうですもうこの紙限界だなっていう状態っていうのが。そうなんですよね、うん、でその上からペンを今度走らせるとやっぱりカビが毛羽立って引っかかっちゃって、そうね、うん、思うような線が出ないんですけど。この絵に髪の毛が描かれていないのはここでもレイヤーを分けているから。洋服や髪の毛はそれぞれ別のレイヤーに描くみたい。レイヤーを分けるとパーツパーツで修正はできますが、それにしても手間がかかりそう。ここで一度撮影した衣装を表示。レースの模様をペンでトレースしていきます。写真を撮ったのは当時の衣装を忠実に絵にするためだったんだ。
りゃ時間かかるよ。かかりますね。なんか見ててしんどくなりますね自分も。よほどの、 あの扉絵みたいなところ以外はあとはレース風とか、うん、柄が入ってる手でみたいな感じで描くのが漫画だったんだけど、はい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 、坂本さんそれ全部ちゃんと入れるからね。それはそうですね、チャレンジでしたね。どこまで今の漫画技術で、あれが一番その漫画史を覆す、常識を覆すやり方ですよね。デジタルだからこそあえて一手間も二手間もかける、気が遠くなるようなこだわりです。次はルーシーの指先。これも写真を参考にするようですが、あら、あのアシスタントさん指綺麗 ね、指細くてまあでも実際やっぱり漫画の絵になるとそれでももっと細くして細いんで、ここからもう一回シェイプして。絵の勉強とかは、いや全く独学で、独学ですね、うん。背景に乗せるルーシーの体を描き上げたと思ったら、太ももに切れ目？足首にも。何をするんだろう。これもできんだもん。そうですね、頭身がどうしても足りないと思って、こんなのできちゃったな。この段階でも頭と体のバランスを変えられるんだ。ルーシーは十頭身にしたいみたい。次に髪の毛、そしてネグリジェの下半分を描き加えて、6時間かけて見開きページが完成。誰もいない夜の墓地を一人さまよう美少女。物語の始まりにふさわしい幻想的なシーンとなりました。坂本さんは1972年大阪府で生まれました。小さい頃からもう絵は好きで、なんかコンクールとかでも賞を取ったりだとか、自分は全然覚えてないんですけど、なんか路上でなんかその石灰かなんかで絵を、車がそこに来てクラクション鳴らしてるのに気づかずにずっと絵描いてるような子供だったっていうのは、なんかその近所のおばさんから聞かされましたね。漫画との出会いは偶然手にした少年誌。全然漫画とか読むタイプではなかったんですけど、たまたま駐車場に落ちたジャンプを開いたら北斗の拳を開いてしまって、そこから衝撃を受けて、そこから筋肉マンとかもうのめり込むように漫画の世界に入ってきましたね。高校生になると本格的に漫画家を目指します。少年誌のコンクールに応募した作品が賞を取り、若干18歳でデビュー。すごくなんか大変だなと思って、高校の授業を受けながらネームを書かなきゃいけないっていうので、結構早くもその段階で生みの苦しみというか作品の苦しみを味わったのは覚えてますね。原さんだ。そうですね、もう原哲夫先生の影響はもうほとんど体の漫画の DNA は最初はもう原先生の。筋肉マンと北斗の拳って全然タッチ違うじゃないですか。違うんです。あ、多分ね、筋肉だと思うんですよね、うん、もう筋肉が大好きで、特にこの肩のあたりのラインだとか、はいはい、このくぼみだとか、はい、そこにそういうちょっとフェチズムをちょっと子供の感じていて、うん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 、この体のラインが描きたくてこれ描いてるとしか思えないですね。なるほどね、はい、もうなんか顔とか子供とかどうでもいいんです、筋肉はとりあえず描きたいっていう。いや、もうなんか描きすぎて真っ黒ですね、見たくもない、なんかその昔の原稿ですね。でも、はい、原さんの、原哲夫さんの影響って実は最近、はい、そのだから井野さんってよく見るとかぶいてるところで、はい、絵は随分と遠いところまで旅立った感じはしますけども、はい、あのかぶいてる感じが
ちょっと原さんの見栄の切り方みたいなものっていう、そうですね、そういう遺伝子がやっぱりすごく感じますよね、はい、すごく原先生でもすごくドラマチックで劇的なんで。坂本さんはその後も戦う男を描いた漫画を次々と発表しますが、あまりヒットはしませんでした。苦しい時期が長く続きます。95年に初めての連載いただいてから、ほぼ10年間の間大したこともできずに過ごしてましたので、うん、よくここまで来れたなっていう、なんかたまに妻と話してはちょっと感慨深い思い出話として。大きな転機となったのが孤高の人、新田次郎の小説を原案にした山岳漫画です。社会に馴染めない主人公がたった一人 8000m 砲に挑戦する様子をリアルに描き出しました。今まで売れるために売れる絵を描こうだとか、売れる展開を作ろうだとか、売れるお話をやろうだとかっていうところにすごくこう陥ってたんですけど、ここの人でやったのはもう自分を描こう、自分の生活をありのまま考え方をここに落とし込んでいこうっていう、もう自分そのものを描いていったんで、まあもちろん新田次郎先生のその孤高の人っていう名作を原作にしてそれをやるのはちょっとなかなかね度胸のいることだったんですけど、もう自分もそれまで連載そんなに大したヒットも出さずに終わってるん で少年誌でもダメでしたし、あ、じゃあこれが自分が最後の作品なんだなっていうふうに思って、だったらじゃあいいよって、これで終わるんだったらもう思いっきり自分の好きなことやって自分の頭に出る絵をどんどんやっちゃおうよって。雪山登山の厳しさを圧倒的な絵で描き切ったこの作品は150万部の大ヒット、自身の作風を確立するきっかけとなりました。さて執筆再開。さっきの見開きページに続くコマ、墓地をさまよっていたルーシーは墓石の上から後ろ向きに倒れます。その直前のうつろな表情を描いていきます。まずは目からペン入れ。いつものように G ペンツールの細い線で。画面を反転させ描きやすい向きにして、目の次に鼻、そして唇。唇だよ、なんたって坂本さんはなんたって唇だよ。唇にここまで着眼してる人はね、はい、なかなか日本漫画史上珍しいですよ、うん、自分にとってはもう本当に内臓を描いてるぐらいの勢いでやっぱり肉感的に描いてますね。そこまでプクプク描くかっていうな。まつげも入念に、ここで再び唇。何をしているんだろう。これは消しゴムツールなの、それともホワイトツールなの。あ、これは消しゴムですね。消しゴム消してる、うん、なんか線っていうものに対して何かちょっと違和感みたいなものを感じてしまっていて、うん、実際に見た景色や風景の中に線が存在するのかなっていう、うん、そう、あれがしないので、はい、それを線に変換するっていうのが、うん、我々漫画家がね、そうです、今の CG アニメなんかのあれだと、うん、もう完全に球体は球体じゃないですか。だから周りに線がないんですよ。あ、なるほど、うん、面白いですね、うん、言うとやっぱりね、あ、僕は周りの輪郭線が好きなんだなって言って、その輪郭線がカーって、あ、かっこいい輪郭線引くなっていう人に惹かれてるかなっていうところもあるんだけど、
で今もしかしたら、はい、その本当にリアルを追求してたら、はい、このように輪郭線なんてないぞっていうところに入り出してるかもしれないですね、はい、だからなるべく自分はその描いた線を後からあの削って、はいはい、ちょっとこうぼやかしていくっていうのを最近いろいろ試してる、うん、でもね坂本さん輪郭線すっごい魅力的な線なんですよ。あ、本当ですか、うん、輪郭が決まると撮影した衣装を切り取って合成。これが当てはまっちゃうんだもん。そうですね。まあ、ね、ああよはまるもんな、はい。違和感ないもんな。そして髪の毛。ここで活躍するのが坂本さんオリジナルの髪型ライブラリー。さあこれだよ。これは昔以前描いたやつのあれをカツラ状態で撮ったの、はい、髪や髪いろんな人のキャラクターの髪はちゃんとフォルダーに分けて登録して、はい、あの全部残してますね。うわあるありますね。パソコンにはイノさんのキャラクターのために作った髪型が大量に保存されています。その数なんと2000種類以上。この膨大なライブラリーからパーツを組み合わせ髪型を作っていきます。もちろん頭とは別のレイヤーです。だからどうしてもあの髪の毛のっける前に頭の輪郭線っていうのは正確に描いておきたいっていう、はいはい、まず坊主にして。そうですね。でどっからその髪の毛が始まってその毛先まで行くのかっていうのを把握したいんで必ず頭蓋骨っていうか頭は描くようにしてますね。これ誰かから聞いたんですかこのやり方。いやなんかやってる最中に自分で、まあ、皆さんやられてるかどうか僕分かんないですけど自分は。いやこの初めてですよ。この頭も取っとくの。取っときました。このあのルーシーファイルができていくわけ。はい、そうですね。へえ。パーツパーツのつなぎ目に微妙な修正を加え髪型を自然な流れにしていきます。なかなかこれ髪の毛が彼女の髪型が決まんなくていろいろ試しては繰り返してる最中ですね。うん、もう描いちゃったから早いんじゃないのって見てて思うんですよ。ああ確かに、うん、でも出来上がったやつ見るとあこれ描いたらとんでもない時間かかるなっていうことにはなるんだよね。そうですね、うん、髪型が決まったところで目のペン入れをやり直し。ルーシーは意識を失ったまま墓場をさまよっている設定です。このうつろな表情でルーシーというキャラクターを読者に伝えなければなりません。連載の始めだけに坂本さんも手探り状態。最初のキャラクターをつかむのが本当に苦しくて、言っちゃえば僕ら初対面ですからね。こういう新連載の時ってそうですそうです。この人誰っていうのは読者と一緒ですもんね。そうなんです。だからもう書きながら彼女と対話して、うん、あの彼女のその輪郭というか情報をなんかこう追い詰めてこう掴みに行くっていう感じなんですけど、うん、すごい大変な作業ですよね。やっぱり先生もその1話目の一番最初に出てくるそのやっぱり表情は迷いますか。うん、迷う迷う迷うっていうか、出てきた最初の時にミスってると、うん、そこから連載例えばまあ5年間ぐらい続くかもしれないけどなんか違うんだよなこの人って思いながら5年過ごさなきゃいけない。そうですね。だから本当にこれでいいのかこれでいいのかっていつも思いながらやってますよね。うん、執筆開始から14時間、ようやく完成。結局この日に書いたのは2コマだけでした。夜な夜なその徘徊するようなキャラクターであの感情というものがまだそのどこにあるのか所在がわからないような状態なのであの、まあ、ペンを走らせるにあたってはそんなに迷いはないだろうと思ってチョイスしてやってみたんですけど思いのほか所在なさげな瞳というか
感情にちょっとこう振り回されて何度も何度も修正して、ちょっと最初のチョイスにしてはちょっと難しかったかなっていうふうにはちょっと今思ってますね。取材2日目。あれ？昨日の絵。どうやら髪型が気に入らなかったみたい。書き直し？書き直しですね。書き直せちゃうからね。そうですね。こうやって作るのね。これは前髪の翻る感じを、うん、カリグラフィーのペンで、うん、平べったいやつをこううねらせて、はい、だいたい当たりを取ってここからそう、そうですね、あれは使えるよね、はい、こう平筆でピアッと。そうですね、うん、目も少し描き直し。変形ツールを使って目の開き具合を変えてよりうつろな感じに。まぶたもね、まぶたもどんどん、もうちょっと切りがないよ、もうちょっとこうなんかこうもっと素材情けな目にしたいなっていう感じで、うん、比べてみると髪型がおかっぱになってどこか遠くを見る感じが強調されたみたい。実はこのカット、これで完成ではありませんでした。取材3日目にまた髪の毛に手を加えます。もう一回チャレンジ、もう一回やってみますよ、ね、なんだろう、なんかやっぱキャラクターって特徴が欲しくて、はい、なんかこう一度見たらこれはこの子だっていうような、うん、なんかシンボルが重要ですよね、欲しくて、うん、マリー・アントワネットの太い眉をね、はい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 、はい、そうなんです、あれも完全に印ですもんね。そうですね、特に彼女は二面性があるキャラクターなんで、うん、その半分に体が分かれてるっていうことで真ん中にこう髪の毛を垂らしたらどうかっていう、うん、アシュラ男爵的な、あ、うん、そうですね、うん、3日がかりでようやくルーシーの髪型が決まりました。昼間は男性で夜は女性、その二面性を特徴的な前髪に込めました。完成した絵。おお、すごい。リアルに描き込まれたネグリジェが翻る瞬間、そして夜の墓場をさまよううつろな目、美しく印象的な一コマです。髪型が変わったのですでに描いたコマも描き直し。でやっぱり僕なんかいつもアナログで描いてると、はい、この手順ってやっぱり途方に暮れちゃうな。やれることが多すぎてね。言い方は悪いけど絵って結構諦めの産物ってとこあるじゃないですか。わかります。アナログであればもう割り切って進めちゃうんですけど、もう決め打ちですよ、うん、デジタルだったらもういくらでもゼロに戻れるんで、うん、で少しでもやっぱり自分の中で迷いとか納得のいかない気持ちが芽生えちゃったら、うん、もう変えざるを得ないというか、はい、そこを簡単に振り返れるっていうのが恐ろしいとこですね、うん、デジタルの。坂本さんがデジタルで漫画を描くようになったのは8年前から。もう本当に自分遅くて、もう本当に段ボールと原稿用紙があれば漫画描けるんじゃないかなって、一生描けるんじゃないかなと思ってたぐらいの感じだったんですけど、やっぱり欲しい紙が廃盤になったりとか、大好きなペン先がちょっと思う通りに扱えなかったりとか、そういう理由でデジタルに移行していきましたね。その紙から移行する間はその筆で細い線が出るんで、筆をインクにつけて線を走らせてましたね。ここの人のほとんどはもう筆ペンで描いてますね。こちらが、はい、ここの人の、はい、アナログ原稿でありますね。くわー、これ
筆ペン？これは筆ペンですね。筆ペンにインクつけてたっていう。インクつけて、どうしてもそのカートリッジのインクだとコントロールできないんで、うん、マッと出ちゃうんで、ちょっとつけてさっさっとこう撫でるように。あ、でももうさ、今やろうとしている線が、欲している線が、そうですね、今やってる線だね。そうですね。もうどうやって書いてんのかと思ってたんですよ。うわぁ、うっそだろこれ週刊連載でやってたんだよね。それはそうですね。すごいな、本当に書き続けてたでしょ。もうこの時はほぼ朝方までずっと書いてました。休みもほとんどないですね。もう絶望の限界のあんな話をその感じで自分も限界極めた感じで、いや本当やっぱ夜中も、うん、書いて書き続けて起きていられるのはやっぱ書くのが楽しいっていうのが、おそらくそのぐらいでやめてって言われるのが一番苦痛かもしれないですよね。あ、そうですね。だからやれるとこまでやってっていうことで、うん、すっと落ち着くみたいなのが、うん、あ、やっていいのねっつって。そうですね。孤高の人で手書きの限界に挑戦した坂本さん、次々と表現の幅を広げます。例えば大胆な比喩表現、迫り来る雪崩を大型トラックに置き換えて描きました。雪崩の恐ろしさを読者がはっきりイメージできます。やっぱりその新田次郎先生のその小説を漫画にするっていうことがすごく大きな転換期で、結局文章って何々のようであるとかっていうふうにその例えるじゃないですか。目の前にいるその上司が怖い上司で巨大な虎のような佇まいで、で実際でもその上司は別に虎でも何でもなくてただのその人間なんですけど、だから素直にその文章で書かれていることを絵にしたらどうだろうっていうことで、かなりいろんなその比喩表現が生まれました。ちょっとおって思ったのは、社食が裏返しになってる、はい、あれ坂本さんのアイデア。そうですね、あれすごいですよね。最大の山場、世界第2位8611メートルの K2 に挑む場面。酸素が薄い極限の世界、社食を裏返したことで主人公の意識が混濁しパニックになる様子が迫ってきます。デジタルに変えたイノさんシリーズで比喩表現はさらにエスカレート。公開処刑に反対する民衆の怒号は大きな津波に。極めつけはこちら、マリー・アントワネットが死の選択を迫られる場面。絵のタッチが突然少女漫画に、読者の度肝を抜きました。特になんか前もってやってやろうって意識は全くなくって、うん、はい、何かこうネームを書いてる最中になんか突如としてアイデアが降りてくる瞬間があって、で普通ならそこで採用しないんだろうけど、うん、なんか僕はなんか結構苦節何年っていうブランクがあって、なんかもういつ辞めてもいいやっていうなんかそういうなんか窮地のなんか覚悟みたいのが常にあってなんか面白いことだったらまあやってやろうみたいな、うん、まあ、これで終わるんだったらいいやみたいな。案外だから今回のイノサンルージュの少女漫画になったのは、はい、うん、ネームのまんまなんだろうかなって思ったね。坂本さんのネームって少女漫画なんじゃないかな。あ、で絵に変換するときにこの絵になっていくんじゃないのかなってちょっと思ったんですけどね。あ、はい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 、うん、こう究極の絶望みたいなものだとか、うん、題材として扱ってはいるけど、うん、最後のところで笑いに変えてやるみたいな、うん、なんとなくそこが坂本さんの作品を救ってるというか、それがあるから成立してるようなふうに見えますよね、はい、僕らちょっとそういうところに似たところがあって、はい、僕はそこをアドリブでふっと思いついたようなこととか、ここから絵本の世界にそのまま絵本に入っていっちゃいだとかって思いついた時に、って思うのね。うん、やっぱりその時にすごく自分の中でわーって解放感が、うん、やっちゃいけないいたずらをやっているみたいなのっていうのが漫画の中にその感じが込められた時に初めてなんか本当の漫画っぽくなってるっていう快感があったりするんですよ。
わかります。なんとなくそういうところに似てんじゃないかなと。はい、きっと漫画家としてはだから不真面目な方だと思うんですけどね。そうそうそう。でも漫画の流儀とか作法っていうのは、うん、まあ、漫画の文法っていうのは確かにあるんですけど、うん、作法みたいなものはないんじゃないのかなと思って、うん、なんかそのないものに縛られるって、うん、漫画描くのはとても楽しくないなっていうことで、うん、なんかそうね、そういう意味ではとっても不良なんですよね。今回のプロローグにドラキュラは登場しません。ただその気配を感じさせる場面があります。満月が雲に隠れ、ルーシーの顔が影に覆われていくと、心に潜む欲望が浮かび上がってきます。このページは上下同じ構図でルーシーの変化を表現します。まずは上のコマからペン入れ。うまいよ、目の描き込みで。僕実は坂本さんの漫画ずっと見てて、この人ドラキュラとかやればいいのになって思ってたの。本当ですか。古典的なものを坂本さんが今の技術と坂本さんの画力で、こう今の時代にこう問い直すみたいな作業をされてるから、はい、うん、ドラキュラとかやればいいのになと思ってたら、あ、始めたと思って。はい、なんかもうずっとホラーはやりたいなと思っていて、うんうん、恐怖漫画も読みふける時期もあったんで、うん、もう本当に古賀慎一先生だとか浜慎二先生だとかが大好きで読み漁った時期があって、うん、やっぱ猪野さんの次はもうホラーだなっていうふうに決めていて、うんうん、ただやっぱりドラキュラも多くの方々が作品にして表現されてるんで、やりがいが逆にあるんですよ。そうですね、見たことない画像を作ろうということがまず真骨頂なので、まさにそこです、うん、デジタルだとベタ塗りはワンタッチでも、もちろんここからじっくり手をかけていきます。これはもうあんまり繊細に細い線の集合体だから、うん、ともすれば鉛筆にも見えてくるよね。そうですね、はい、そう、これ聞こうと思ってたんですよ。坂本さんにとってその理想の本の大きさというか、どのぐらいの大きさで印刷されたいんですか。よく言えば雑誌サイズ、やっぱ単行本だと。単行本はもう小さいので、もうちょっと無理ですよね。無理ですね。しかも最近の線だと壁全面でいいぐらいですもんね。そうなんです。結構この間美術館でなんか大きく引き出してもらったんですけど、うん、結構遜色なく出ちゃったんで。おそらく壁一面でちょうどいいんですよ。だから自分何やってんのかなって。映画館でいいと思うんですよね。そうですね。うん、映画館描いてますよね。そうなんですよ。映画館サイズにしても大丈夫って本当にびっくりするほどの書き込みです。このコマの顔だけですでに2時間、ようやく前髪。人それぞれの十分イナフがあるわけです。本当にシンプルな線だけでオッケーってなる人もいれば、で坂本さんの場合イナフはどこにあるんだっていう、この完成したものでもまだ満足してないのかとか。できないですね。そうですね、下手するとね、なんか永遠に獲得できないっていう感じの書き込みですよね。でもなんか昔の画家たちがそのなかなか絵を完成できずにずっと持ち歩いて、はい、うん、時間があるときはこうまたその絵に立ち返って描いてたっていうのをちょっと思い出しますね、うん、やっぱりこうデジタルがこんだけ発達して何度も何度もこうチャレンジできるっていう環境がなんか随分と昔の画家たちがやっていた作業に逆に近づいたんじゃないかなっていうぐらいのことは感じますね、はい、上下同じ構図なのでベースとして上の絵をコピー。ルーシーの変化が際立つように下の絵に大胆に手を加えていきます。
漫画っていうものを描くこと自体はそんなに子供の頃に趣はなかったんですけど、絵描くことだけはやっぱり好きだったんで、うん、ずっと絵描けて過ごせたらいいなっていうふうに思ってたんで、うん、実は漫勉っていう言葉自体がですね、はい、僕は子供の頃よくおじいちゃんおばあちゃんや親父親母親に漫画ばっかり描いてないで勉強しなさいってずっと言われ続けてたんですよ、うん、それ縮めた言葉なんですあ、そうなんですね。漫画ばかり描いてないで勉強しなさいっていう怒られてたよね僕らっていう。でそれがねこうやってずっと描いてていいっていう、そうですよね、状況に慣れたということの喜びってやつはね本当ですよね。なんか、うん、下書きを含め8時間かっこいい。大胆な陰影から浮き上がってくるルーシーの心の闇。まあなんかベタも思い切ってガツンと落として、うん、なんかいいですね。ちょっと笑ってるほっぺの感じ。あ、はい、これなんかもう完全に現代アートとして一枚で額縁入れればいいやつだ。結局3週間かかってエピソード0が完成しました。坂本さんにしか描けないドラキュラ、今後どんな展開を見せていくのか本当に楽しみです。僕そういうの見てるとすぐ僕やってみようかなってすぐやってみるんですけど、これ試しにやってみましたね。こんなモンスターのエヴァハイネマンのね、これはまあ30分ぐらいしか描けてないですけど、すごい、なんとなくやり方のマナーが分かったので、はい、さーっと描けてからホワイトでそうだなとかさ、そういうのちょっとところどころ入れてみたりとか、なるほどなるほどなんてやってると、一番分かったのはこれは終わらない楽しすぎるっていうのと、楽しすぎる終わらないみたいなことで、言っちゃえば究極のお遊びがになってくるところもあるわけで、僕らにとってはそうですよね、うん、いやもうでも自分はもうこの書き方しかなんかできないんで、もうずっと遊び続けていこうかなってちょっと思いますけどね。なんかそれまでは漫画がなんか網棚に残っていたりとか、定食に入って注文したものがこれテーブルの上に乗っけて出るまでの間楽しませてもらうのが、うん、まあそれも漫画の良さでもあるんですけど、うん、そればっかりじゃなくって本当にずっとそばに置いてもらえるもの、うん、で10年経ってまた読み返してもらって発見してもらえるものっていうものをちょっと追求してみたかったなっていうところで、下手するとここまでやれば捨てられないだろうっていうものを作ろうとしてる感じもあ、もうでも、ね、そうだってほしいですよね。でもすごい茨の部分もありますよね、うん、そうですね、 ね、でも茨の部分もあるけど、それが一番楽しいんだっていうところっていうのは、うん、やっぱりそこに発見したんですからね、うん、やっぱりアナログもデジタルも共通することは、楽しいっていうのはそれはもう変わんないですね。